パブロ・アマリンゴ・パブロ・セサール・アマリンゴ・シューニャはペルーの画家、ウカヤリケン・プエルト・リベルタ出身、シャーマニズムの実践を経て絵を描くようになり、フォークアートを超えたアウトサイバーとして西洋のアートの世界に参入した。それは幻覚性のあやわすかによる神話的ビジョンをもとにしている。絵画の活動を通してアマゾンの自然環境やその霊的世界を訴え、 国際的に環境運動の指導者として認知されている。1943年にペルーの熱帯雨林の低地の集落、プエルトリベルタに生まれる。小さな農家の家系に生まれたメスティーソであり、貧しかったため15歳で、都市、プカルバで就労したが、無理が、たたり体を壊し絵を描き始めた。そして、紙幣を偽造しその罪で逮捕されたが脱走し、ブラジルへ行き、 2年働いた後、ペルーのアマゾンへと帰還した。しかし、アマリンゴは、心臓の病にかかり、アヤワスカを用いて治療する、アヤワス経ロの下で治癒した。しばらくすると、夢から啓示を受け、1970年からは、ペルーアマゾン流域を旅し、民間医療であるペヘスタリモを開始し、流域住民から膨大な植物学的な知識を学び、 幻覚性植物のアヤわスかの世界へと引き寄せられていった。その実践には、シャーマンたちによる治療とクロマ術の間の構想があり、邪悪なシャーマンによって、アマリンゴは、品種となった。そのためシャーマニズムの実践は、放棄し、彼の自然信仰と幻覚として見たビジョンを、油彩によって描くことで、アマゾンの自然と、 呪術的な文化を伝達し放置するという取り組みへと変化していった。アヤワスカを使用した当初、彼はその原始を個人的に起こる現象だとみなしたが、体験を重ねるにつれ、アマゾンの自然信仰や神話の世界に参入する方法であり、神と精霊の世界の知恵に近づく方法であると直感に変わっていった。アマリンゴは自然は象徴を通じて話しかけてくるものであるとし、 植物の形、色などは、ヘベリスタにとって理解できるものであり、動物の声、雨や風の音もそうであり、民族的なデザインも、そのように理解できると述べている。1988年に、ウカヤリ県、プカルパに、ウスコアヤール絵画学校を開設し、青少年に絵を教えることを通じ、精神の内面や信仰を描くということやアマゾンの自然を教えた。 アマリンゴを世界に紹介した人類学者ルイス・エドアルドルナは民族植物運動の主導者であるテレンス・マッケナを通じてアマゾンのこうした世界を知った。1992年国連環境計画によるグローバル500賞を受賞した。ありがとうございます。